はい、皆さんこんにちは。久しぶりのホームタウン紹介ということで、今日は中野市一本木公園にやってきました。そしてこの期間、信州中野バラ祭りを行っております。そこの様子を今日ホームタウンパートナープレイヤートップチームの2人に一緒に参加いただき、ご紹介していきたいと思います。赤いバラの花は情熱という花言葉もありますので、情熱的な2人に紹介してもらいたいと思います。今日は背番号10番東博史です。背番号16番森川祐希です。はい、ということで、選手と一緒にこのバラ祭りの魅力っていうのを一緒に伝えていきたいなと思いますので、ぜひ皆さん楽しんでいってください。ちょうど今が見どころということで、ちょっと近くで撮っていただいて、バラもちょうどいい時期ですね。東選手、森川選手はこうやっぱりもう結婚して、ね、お子さんもいるということで、はい、やっぱりこう奥さんにもバラとかをあげたっていうエピソードがあるんですけど、お花をね、記念日にあります。ないんでね、今日持って帰りたいと思います。持って帰る持って帰るよ、はい、僕は結婚式の時に渡しました。いいですね、結婚式の時に出したということで。じゃあ今から、クイズをこの後2問出していきます。はい、その中で2つとも、正解でしたらプレゼントで奥さんのために持って帰っていきます。もらえればと思います。頑張ってほしい。いきましょうか、早速、はい、第1問、バラ公園なんですが、バラこれだけの数あります。全部で約何株のバラの数があるでしょう。じゃあ3択でいきます。はい、A200本、 B2000本、 C3000本。チーム戦なので誰か1人当たれば OK です。200本ってことはないですよね、多分こんなにあったら。 A はないと予想、予想ですね。はい、なんか1万本ぐらいありそうだけどそれないってことだもんね。はい、何か3000かな。3000、僕2000で。いや本当にいいですか、それで。 A じゃなくていいですか。 A じゃなくていいです。 A は多分ないですね。 A はない。正解は C3000 株です。あとです。じゃあ次もまた回っていきましょう。はい、はい、でしょ、ね、パルセールのカラー、パルセールのカラーはホームオレンジ、ね、オレンジということで、いろんなカラーあるので、じゃあ2人にちょっとカメラ回してもらって、パルセールカラーのバラを見つけてもらいましょうか。早速あるよあれバラ入り口、入り口がこれはいきなりのバラじゃない、これ違うらしいです。これ違う、これ違うね、はい、あ、ちょっと見つけちゃったかもしれない。見つけました、うん、あるよあるよ。これオレンジなんじゃないの。お、これどうすか、これオレンジ、これはこれオレンジでしょう。オレンジって言いたくないけどオレンジよしよしよし、オレンジ。あとあれか、あとは紺色、紺色、紺色のバラってあるのかな。結構簡単に見つけられちゃってるけど、うん、なんかその辺にいっぱいありそうな。ちょっとぐるっと回ってみますか、一周。紺色が難しいんじゃない。お、ここもまたどうすか、ここ。いいですね、スポーツ。可愛らしいですね。いいですね。どうすか、バラに囲まれて。いや、なんか気持ちいいですね、こんな綺麗なバラに囲まれて。俺が回すよ。 OK、 森が次探してくれ。オレンジは暑さ見つけたんで、こっちっすかね、やっぱこっちっすね、多分こっち行きましょう、行きましょう。紺色バラ、バラでしょ。なんかなさそう。え、ここにあの全部バラっすか。バラじゃないのもある。こんなん違いますよね、じゃあ。こっちとか。これは、コンって言えれば、コンだね。OK、ミッションクリア。OK。ということで、オレンジとネイビーの、はい、バラもありました。
あ、はい、それではここで先ほどのクイズの第2問、バラをかけての勝負です。今度は何種類のバラがこの公園の中にあるのかというところのちょっと問題でいきたいと思います、はいはい、A 8種類、 B 50種類、 C 850種類いきなり上がりましたけど、はい、極端、極端ですよもう、はい、さあどうでしょう、固まりましたか。固まりました、はい、どうでしょう。50 850、正解は C 850です。正解です。ということで先ほどの第1問第2問合わせて選手正解ということで奥さんにゲットです。よしよし、バラをゲットです。ポイントはい、それでは今日はですね、あの信州中野バラ祭りに選手と2人来たんですけれども、どうでした2人。こんなにバラに囲まれることは今までなかったので、すごく癒されました。そうですよね、はい、なかなかこう景色もそうだし、匂いもやっぱりこうバラの匂いでやっぱりいいですよね。どうですか東選手。はい、思った以上にバラの種類というか、はい、綺麗なバラがあって、まあ、本当に今日は天気も良かったですし、バラの景色を見て、すごくリフレッシュできました。ありがとうございます。休日はこの中野市に来ていただいて、この時期信州中野バラ祭りやってますので、ね、ご家族お友達とぜひ足を運んでいただければなと思います。それでは中野市の PR ホームタウン情報でした。皆さんまたぜひ中野に足をお運びください。バイバイ。バイバイ。